テクラのデジョンです。今回はナビ VS、なんて呼ぶんだろうね、これ、Too Late for Shine ですかね。24S さんとの対戦になります。今回はライブで撮影していきましょう。早速、アタックまでお願いします。さあ、相手が先行、モノリス折りの天才ですね。カタンホール前のところは投げしていきつつ、ちょっと処理に手間取ってる感じですね。フローズンアローではないようだ。スニゴブカットも両サイド、キングのためかな、入れていきつつ。まあ、ロイヤルチャンピオン12時展開なのかな、そうなると。アイゴレからのキングを展開して、あ、ドリルか。うん、ヒーラー出てきた。なるほど。このヒーラーちょっと強いな。しかも、リクスケによってこれクイーンがタウンポイズンかからない時間もちょっと増えるっていうね。あ、ポイズンなくなっちゃった。さあ、キングとドリルがクイーン区画に届きつつ、ここは速攻のクイーン、キングの能力で飛ばしていって、ロイヤルチャンピオンは使わないで済んでますね。ヒーラーもついてることで、これクイーンまでまだ延命されている。キングパートも爆伸び中で、いい形作られてるな。クイーンもここから打つことができて、トウムも一緒に入っていって、エイストに乗っけて進めていく。まだラバが一体手元にいるのね。で、レイジを解放していきます。中心部。フリーズはこのマルチに打ちたいかな。はい、フリーズ打って、おでんぞうマルチのところ、もう一発同じところか終点残すかの判断になってくるんですが、まあ数が足りてるということで、ここは一旦見過ごしつつ、ロイヤルチャンピオンブーメラン、まあ一応あるんですけど、フリーズ自体はまあなくてもいけるかなというところで、手元に残していきつつの全開。キングルート強かったっすね。キングドリルルートが爆伸びだったのと、ヒーラーついたことで結構クイーンも伸びてくれたんでね。まあ結構その差もそこそこあったかなっていうところで。ブースサイドのこのヒーラー出てくるやつ強いね。たまにピーカスとかがやってるんだけど。伸びるね。クイーン知らないね。ピーカス。ヘルトンインビジブルかな？ジャイアント6体。あ、クランジョーの方が若干進みが悪いので、もう1枚インビジブル打ちつつ、ロイヤルチャンピオンにちょっとターゲットされてんのか。あー、珍しいですね。失敗です。防衛のロイちゃんにターゲットが取られて、スケルトンがクランジを殴ってくれない状況が起きてしまったのと、タウンホールも起動しちゃいましたね。これちょっとめんどくさいな。インビジブル0枚だしな。おお、で、突。おお、だいぶ奥まで行ったな。タウン起動は別にキングでタウンホール落とす分にはまあ嫌だけど、まあ、まあまあまあって感じなんだけど、援軍に釣られないといいですね。タウンホール殴る、うん、折れた。援軍殴ったら大地クロス折れた。謎、結果的にその援軍ならまあまあまあって感じかな。アイゴレだったらちっちゃくなっちゃった。キングがスケルトンの呪文打ってで、ゴーレムじゃない、ジャイアント展開。ここで捕まんのだるいけど、ロイヤルチャンピオンがその分ね、増えるっていうのと、ヒーラー増えましたね。で、3時、テスラにバルーン追加。早いですね。スケルトンに対してウィザード、プラスでアーチャー追加。まあ、ウィザード出してたとこに出たんで、アーチャー追加っていう感じだったんだけど。で、中心2人のヒーローに対してストライカー処理しなきゃいけないので、ギリギリまで貯めての一気のトーム、ここヒーリングトームで入れていきます。ストライカーちょっと渋そうだけど、これ下側の方はクイーンとロイヤルチャンピオンで処理ができました。クイーン処理の方は上ギリギリ届かずだけど、ほぼ瀕死。
ヒーリングトーム採用で、まあここのマルチ IT とか投石とかを突破しに行きましたね。ロイヤルチャンピオンが中央突破してくれている。ロイちゃんとそしてクイーンもこれね、やっぱヒーラーついたツーサイド強いな。死なないで最終的にロイちゃんと一緒にね、この四軸角突破するのに働いてくれましたね。強っ、まあ、クランジョ残っちゃうのはね、スケルトンインビジブルやる上ではかなり痛い形だったし、スタート時点では結構嫌なあれだったんだけど、さすがですね。これをしっかりリカバリで前回まで取っていく、まあ、援軍は美味しい援軍でしたね。ちょっと遅れちゃったんですが、対戦相手62天才、すごい配置だな、これ。真ん中にインビジブター2つと中心防衛施設を集めつつ、富士の方をスーサイド。まあ、クイーンでこの辺あらかた取っておきたいよっていうスーサイドだと思うんですが、うん、ここもヒーラーが出てくる。ダブルマルチ取れんの熱いっすね。で、中心、おお、その天才強。イーグル投石2本折り。この天才強いな。で、ヒーラー残っていく。で、ラバルパートスタートです。で、クイーンもこれは外周部流れるので、まあ、回収。え、ガーゴイルいなくね？ヤンキーすぎる。編成やば。ガゴゼロですね。で、突撃艦タウンホールまで行きたい流れなんですが、インビジブタワーがあるんでね、タウンホール消えちゃいますけどって感じ。ダブルフリーズ。おお、なるほど。音速のダブルフリーズで、まあ起動させない形を取りましたという形ですね。すごいね。であとは外周部ぐるぐる回ってってって感じなんですけども、VL チャンピオンも本体と一緒に入ってる感じね。あとフリーズが一発。うん。代わりになんかアーチャーがたくさんいるんだ。クイーンもクイーンで一応 HP はマックスなってるけど、そこ開けたところでね、支援ゼロでそれはちょっとしんどいな。もう一回壁殴んなきゃいけないからね、ここね。で、あとはロイヤルチャンピオンがここでブーメランかけつつ、フリーズがまだ一発あるんでしょ？フォックスはここで、落としてくれたんですが、まあフリーズを終点打って、クイーンの方でターゲット取れてるので、ロイヤルチャンピオンが対地クロスからの攻撃受けず、ここも壁を殴ってくれたので、突破ができますね。なるほど。もう中央に全部呪文された形ですね。レイジフリーズフリーズに天才を入れてと。ナイス。貫通スタイル、まあこういう配置は結構以前もやられてたんですが、まあこの手の配置をジーマー前も同じやり方で取ってたので、まあ、刺さる配置の一種ですかね。かなり刺さりそうな気がします。タウンホール裏の防衛施設がほとんどないんでね、こっちから入った時のこの編成はかなり良さそう。スケルトンも刺さるしね。まあ序盤でここトーム使い切っても、終盤そんなに怖い防衛施設が、まあタウンホールがあるとはいえフリーズは残せるんで、それぐらいしかないっていうのもね、入りのやりやすさがありますかね。さあ、ルートライダーが、うん、ここはフリーズかけていきつつ、真ん中の方は、タウンホールまでの道はできなかったですが、まあルートライダーが合流して穴を開けてくれる可能性もあるんでね。まあまあ、ああ、開いたね。開いたけど、クイーンはどうするか。さあ、フリーズを使いつつ、ロイヤルチャンピオンブーメラン打っていきましたね。タウンホールのところもクイーンが届いて、フローズンアローをつきつつ、ロイヤルチャンピオンも反対サイドケアして、うん。もうマジでこれはいけそうすぎるっていう。そのままいけたっていう。まあ、パッと見の見た目でめっちゃいけそうだし、そのまんまの通りいけましたね。ナイス展開。まあ、やっぱ
サービス終了編成とかラッシュ系の編成ってプランニングがいいかどうかっていうのは相当全開にね関わってくる。プランニングがいいですね、これ。リプ刺さり、ナイス展開。さあ、ウォールブレーカー入れつつ、クイーンをその前にベビードラストの横にクイヒールトライダー。うん、ウォールブレーカー2発目が走っていきます。さあ、ここから9時にウィザード使って外周部それないような形を取りつつ、キングと当たっていく。ストライカーも入れてダブル衰弱能力。機関持ってきてますね。そうなると、タウンホールを無料で取れるんですけど、その後どうするか。いい、もうちょっと早くなせれば最強だったけど、まあ結果的には同じとこ走っていく。結構据えた。ウォールブレーカーさらにつけていく。中央開かなかったの。おお、フリーズじゃない、ポイズン打ってアイゴレを処理していきつつ、ここはフリーズで重なっていきます。そろそろ始めたいけど、上から投下兵舎、なるほど。まあ、1個前の試合と、まね、連続で試合をやってるんですけど、その時取られてたやり方と同じように投下兵舎を今回も使ってるみたいですね。トムは打たない。ヒーリングトームだったら今のタイミングで打ちたかったなって感じでもありましたが、溜めますね。ここフリーズまで打つってことはまだトーム溜めて、ここで打つか。強化弊社からスーパーホグが出てきて、ヒーラーの方がちょっと消えちゃってますね。まあ、残りインビジブル一発をどう使っていくかっていう感じにはなってきたんですが、まあ、クイーン投石、この超弾大砲のところがね。おわー、キングフィスト残ってんの強。このキングバカ強いな。10番のこのキング、ジャイアントガントレットの残ったキングが最終盤で大暴れですね。運用。星さん、ゴーさん、天才でヒーラーが1体だけ入ってる。ゴーさん。3時にババアチャシューターを切る。うん、折り切っていく。で、ここからクイーンを使って白衣表のケアがこれでできますね。大手さらしっかり引っこ抜き、いいですね、2本見えた。これによってシューターのルートの安全も取れつつ、テスラも見えた形。ここからタウンホールまでヒーラー1体つけて運んでいく流れかな。うん、ターゲットがアーチャーターと大砲だけっていうところと、このフローズンアローの効果でね、能力もね、防衛施設の能力も衰弱されるのも強いところですね。でスニゴブとかも使って6時側がっつり切ってあげることで、クイーンの方がくるっとタウンホールの方に向くような流れを取っていくと。さあ、ここもアーチャーターの攻撃を衰弱つけつつ、金庫のおかげで HP 回復できると。うん。おー、あー、もうスタートしていきましたね。だからもう進めていきます。で、オイラバストライカー一機のトームをこのタイミングでもうかけていく。タウンホールに寄らないタイミングで打ちたかったんですけど、さあ、ここは音速のクロック、嫌なトルネだ。バルーン全部そこ入っちゃう。フリーズここ裂くんだ。ちょっとバルーン、まあさすがに始めるの早かったんでね、
ダンホール側に入っちゃうっていうのがデメリットであったんですが、ちょっと入っちゃってますね。呪文でのリカバリがもうこれでできなくなりました。最後の呪文です。あとはバルーンを使って囲い込んでいくような流れですが、ちょっと苦しいかな。あー、能力残ってたんだ。能力残ってたけど、これクイーンの方に捕まって溶けていく。さすがにちょっと時間意識しすぎたのかな。これはかなり早い展開でバルーンスタートしたので、タウンホールの方巻き込まれちゃいましたね。ゆっくりそこ待ってでもね、取れたとは思うんで、早めの展開意識した結果って形かな。ゆっくりやったらゆっくりやったで取れたとは思うんですけど、より早い全開っていうのを目指した結果かなと思います。さあ、61天才のラバル、うん、まあ結果的にこっちが高校っていうところと、まああっちもパーフェクトペースで来てるっていうところを加味して、お、それをやったぞ。気づいてるこれ。まあ、だいぶ痛いミスになりましたねこれは。まあ、とはいえタウンホールは触れちゃうんで HP はだいぶ減りますけど、そんなに影響ないかな。タウンホールさえ落とせればこれ変わんないって感じかな。タウンホール残んねえかな。さあ、ウォールブレーカーあそこにつく。あ、援軍釣れんの美味しい。タウンホールかかりつつのアイゴレ処理いいね。あー、キングこっち来ちゃうの？てか、アイゴレまとめて死ぬな、それ。よっ。アイグレがまとめていかれたからね。せっかくシューターの HP 減ったのに、まあ、ここでシューターの中ね、ようやく割れましてって感じなんですけども、ラバルパーと反対サイドからスタートのインフェルノがシングルインフェルノっていうところもね、序盤はまず呪文使わず進めることができるところで、ラバルも選択しやすいのかなというところ、トルネード見てここは取るもかけていきますが、結構バルーン落ちてますね。戻ったか。おでんにリギーつけてる。頑張れ。長男大砲が。フォックスを結構打ち抜いてったんですけど、どうでしょう。まだ残ってるのかな、これは。溶けたね。溶けた溶けた。あら、フォックス溶けたから、ロイちゃんはずっと見えていく形になる。これは守れるかな？おー、返しのアタックでこっちも防衛が一つ取れそうですが、95% 以下かどうかっていうのがそうなると大事になっていく。95は超えちゃいそうかな。クイーンもここは落とされない。祭壇取って、まあまあ中心残ってるんで、95以上にはなりそうですね。この金庫は数でゴリ押し突破できて、反対サイドが金庫が削られて、あとはダークエリタンク次第。96まで飲みますが、96で止まりそうかな。 1% 惜しい。 1% の差。さあ、ガク71天才のルートライダー編成、アッシュみたいな感じなのかなと思った。あー、タンホルスサイドですね。イーグルを折るのかな。あ、テスラも見て、ここはルートライダー1体も入っていきました。で、イーグル天才ですね。この天才バリューはかなり高い。フリーズをインビジブルに合わせるかな、このやり方するなら。うん、フリーズクロークっていって、早いっすね、今の同時押しみたいなレベルで。キングフィスト使いのルートライダー発進です。援軍はアイスゴーレムなんですが、キングが軽く処理してくれて美味しいな。で、中心部は天才で折ることができているので、まあルート強制としてはかなり綺麗にできていると。で、ストライカーもキングに合わせつつ、あ、ドリルも入れてますね。で、フリーズ打って中心部固めつつ、ここでトームをかけていきますが、ちょっとルートライダー入っ
ってんのかな、これ。一体も入ってないレベルでずれてますね。で、モノリスのとこをスケルトンの呪文で封じつつ、あとはロイヤルチャンピオンとドリルがどれだけ伸びるかゲーミングと、外周部の防衛説はこうしてスーパーバーバリアで回収入れていくと。かなり強いなぁ。スケルトンの呪文めちゃくちゃありますね。どん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 置いている。ロイヤルチャンピオン、ここはインビジブルターが発動しまして、安全地帯でかく回われてます。まあ、ブーメラン入れてもいいかなって感じ。ブーメラン入れて、防衛説が全て消えて、1分台の全開っすね、これも。あ、いや。残り1分ね。残り1分。残しての1分57秒。はいや。アクヒのルートライダー編成、6時にシューターを置きつつ。まあ、勝つためには、ここを絶対防衛が必要というシーンですね。ボールブレーカーの穴開けも見て。まあ、相手からすれば全開を取れれば時間がどうであれ、勝ちなので、時間をかけてでも全開が欲しいシーンですね。で、クイーンとベビドラ、イエティを使っていきます。まあ、イエティで白衣砲のターゲット取りつつというところですね。まあ、ただもう30秒経ってるんでね、この展開で。ヒーラーもしかもこれ、ダメージが入ってるというところ、見習いオーデンまで追加で出していく。なるほど。クイーンに、そうだよね、シューター撃たれるよね、それ。ん？シューターのバルーとしては、迫撃砲削ったぐらいですね。あ、いいホーミング？おぉ、フリーズ重ねていって、そんなにいい入りには見えない。そっちから行くんだ。なるほど。そうすることでクイーンを内側に入れていきたいというイメージね。さあ、ここもかなり火力高くなったところ、フリーズ入れていきます。ここフローズンアローが入るんでね、ここでモノリスの完封はできるんですけど、まあ穴開けてくれることでクイーンも一緒に動こうやっていうプランなのかな。さあ、ここでヒーリングトームを一気に決めていく。あとはフリーズが一発、インビジブル一発、スケルトン一発。スケルトンは3時に置くものだと思うのですが、投石区画に入れる。そうだね、3時を行って。クイーンは6時の方へ。投石区画が残ったら結構しんどそう。ロイヤルチャンピオンも、下が来ちゃったね。残り時間は1分。投石角は丸々残っていく。3時にアーチャー1体だけ置きたいかな。下側も置きたい感じあるね、この辺とかね。こういうところアーチャー1体だけでもね、確定で出せるところはバンバン置いていきたいけど、クイーンはここクローク吐かされて、ロイヤルチャンピオンもね、能力割いてってところなので、これは無理ですね。でか。いや、守んなきゃいけないところでしっかり防衛が取れていく。ナイス防衛。どうだったんだろうね。ちょっとシューターのバリューがあまりにもってとこだったので、まあ、兵器の使い方またなんか変えてあげるとよかったかもしれないですね。イエティ最多にもかかわらず、迫撃砲となんか1個突破できたぐらいでしょ。破壊率はまあ意外と大事か、こうなると。一応、ラストアタック前回取れなかった時が破壊率勝負になるので。さあ、ナイスアタック。防衛です。さあ、ラストアタッククラス。こうなったら前回取ったら勝ちですね。6-1点差。ヒーラーが2体。ルアー、ドラゴンライダーが1体。さあ、6時シューター、9時、あ、ヒーラーがキングたけってる。ちょっといきなり嫌な展開ですね。ヒーラーがあっち行っちゃった。で、天才はインビジブルタワーを落として、モノリス落としてというところ。最悪フリーズ1枚、ここに割く可能性が出てきたって感じですかね。ターゲットがしっかり3本全部入らないような意味も込めた今、バルーンでターゲット取りに行くようなものだと思います。あ、でも意外と火力低いんだな。中央援軍に当たりつつ、ロイヤルチャンピオン。これクイーンはタウンホールを打てますね。
で、ラバルパートスタートです。で、クイーンクローク打ちつつ、シューターが反対サイドを大きく削って、いい削り。で、ここで一気のトームをかけていきます。で、ドラゴンライダーは透析ケアとかで出すんかな？さあ、ここはロケバルがたくさん出てきて、スケルトンの呪文を置いてから、裏からバルーンを囲って、圧倒的っすね、これもね。フリーズヘイスト余っていく。余裕の展開。バルーンの数えぐいな。呪文もたくさん残って、全開取ったらね、勝ちというシーンでしっかり全開ですね。ドラゴンライダー出してないのは多分ドラゴンライダー禁止ユニットだった気がする。多分。追ってきたな。多分。はい、というわけでね、終わりまして14対13ということで、まあ、ちょっとね、対戦相手のラスト2アタックで防衛が取れて逆転の勝利という形でした。そのね、破壊率も96と92というね、相手も非常にいい破壊率でしたね。怖いね、普通の対戦でもこうやってレベルの高い試合の時間自体は2分6秒ということでね、なんか最近のナビはなんかより早いタイムで全開をみたいなところも結構テーマにある気がしますね。まあ、強いとこ同士の対戦になるとなんか15対15を前提としたなんか立ち回りみたいなのが今後もしかしたら今後のクラクラあるのかもしれない。そういった駆け引きも今後あるのかもしれません。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。